今回はですね、まあ、ラルディーニの名品ジャケットを紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。オクテットチャンネル。いつもオクテットメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。各ブランドの名品って言われるね、まあ、大人の男性の中でも、これはやっぱ一着持っておきたいよねというようなものをねご紹介するっていうコーナーになってるんですけど、今回ですねこの、ジャケットもですねやっぱそういう類のものなのかなと思ってて、ぜひね、お話をしたいなと、思っているので、まあちょっと最後までね、お付き合いをいただきたいなと、思っております。グレーのジャケット自体が、個人的にはもう絶対外せないよねっていうふうには思ってるんですけど、結構何とでも合わせれる汎用性の高いジャケットかなと思ってて、まあ、ネイビージャケットとグレージャケットどっちが最初なんだろうっていうふうに、まあ、ネイビーがねやっぱ定番って言われて最初にって言われがちですけど、まあ、個人的にはグレーもそれと同等ぐらいに最初の方にゲットしておいた方がいいものなのかなとは思っています。このモデルが、まあ、本当に、10年以上前から多分このモデルはあるんですけど、イージーっていうモデルになってて、まあ、ラルディーニらしい本当に楽ちんに着れるんだけどもすごくかっちりして構築的、着てる本人自体はねこの芯材とかがあんまり入ってなくて、まあ肩パッドとかもね全然入ってないですし、なんかこうカチッとした感じはない、本当に楽ちんな着心地、軽いですしね仕立ても、まあ、そういった楽さはあるんだけども、多分こうパッと見画面越しで見てもらえれば分かる通りものすごい綺麗に見える、ウエストのシェイプだったりとかラペルのこうロールというか返りだったりとか、この肩周り後ろ背中もですね、もう全てにおいて本当に綺麗に見えるというようなラルディーニだからこそできる、ジャケットなのかなと思ってます。はい、そんなモデルですね。その上で、素材もうこれポイントで、ウールのホップサックですね。カジュアルでも使いやすいけども、もちろんビジネスでも、使える、まあ、なんだったらタイドアップまで全部こなせるんで、まあ、デニムのこうカジュアルなスタイルからチノパンとニットのスタイルだったりとか、例えばチノパンタイドアップ、まあ、シャツだったりとか、ウールのスラックスとネクタイみたいなね、そういう、本当にどんなシーンでも活躍できる、着れるような、素材だったりとか、まあ、アイテムっていう風になってるのかなと思います。はい、まあ、見た目どうですかね、見てもらうと結構わかりますよね。先ほど言ってたこのシルエットの綺麗さだったりとか仕立ての良さっていうのはね、ものすごく、もうパッと見で伝わるところがあるんじゃないかなと思ってます。重すぎず軽すぎずなので、なんかこう僕はこれのネイビーを持ってるんですけど、春夏も、秋冬もどっちも使っちゃいます。まあ、そのぐらいオールシーズン使えるのが、まあ、この素材感かなとは思ってて、まあ、真冬ね若干寒い時とかもありますけど、まあ、中にねこうタートルネックのこうカシミヤのニットとか暖かいものを着てもらったりとか、まあ、インナーにヒートテック着てもらえればよっぽど問題なく着れちゃいますし、そういったこうインナーの合わせ方次第で、シーズンっていうのはねこうどこまででも長く使えるのかなと思ってるので、まあ、例えば春夏だったらカットソー半袖の T シャツに上パッと羽織るみたいな、仕立ても凝ってるし形も綺麗でも楽に着れる、そしてオールシーズン使えるで万能に色合わせもできる、コーディネートも迷わないというような、もう本当に最強じゃないかっていうぐらいのね、ジャケットになってます。はい、まあ、ラルディーニだからこそっていうところもありますけど、グレーのジャケットで、いいのをまだ持ってないんだよねという方だったりとか、まあ、一着いいジャケットを持ってたいけどどれにしようかなと悩んでる方は、ぜひねこの、ラルディーニのこのジャケットがおすすめですので、まあ、ぜひねチェックしてもらえたらなと思います。あとちなみに、まあ、サイズ選びの参考になんですけど、今僕44サイズを着用してて、まあ、こんな感じですね。気持ち袖は長いですし、まあ、身幅はちょっとゆとりはあるんですけど、まあこのぐらいが正直
いいかなと思ってます。まあ、僕も、44サイズで自分のやつもね、ゲットしましたけど、ちょっと身幅にゆとりがあって、まあ、あの中にニットとか着込むことも全然できるぐらいで、まあ、それだけちょっと直してあげるという感じでやってあげるといいかなと思います。まあ、丈どうですかね、気持ちわずかに長いかなぐらいですね。まあ、このぐらいだったら許容範囲かなと思います。という感じで今回ですね、まあ、あのラルディーニの本当に名品と言われるジャケット、ウールのホップサックの、ジャケットをねご紹介させてもらったんですけど、僕らの動画こんな感じで毎日8時に動画を更新しております。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通知オンよろしくお願いします。はい、あとですね、まあ、こんな動画見てみたいですだったりとか、まあ、こういう話聞いてみたいですみたいな、ご質問だったりご要望がありましたら、コメントだったり LINE の方でお待ちしております。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。